皆様ごきげんよう、リオンです。ですね、なんか鬱陶しい日が続いてね、なんかのちょっと憂鬱な気持ちになってきませんか、最近ね。なんかこんな時だからこそね、お風呂の時間、バスタイムをゆっくりね、バスタブに使ってね、はーってこの浄化してね、気持ちをね、開けていこうかなというふうに思います。そんな時にね、助けてくれるフェイスマスクの今日はご紹介していこうと思います。以前ね、私のあの動画でですね、ウルウルボンブと、ごめんねサーダというね、厚生さんから出ているあのパックの方をご紹介いたしました。ね、あの気になる方はあの前の動画遡ってみてくださいね。そしてね、今回ね、あの同じね、あの種類からですね、毛穴小町というこのね、可愛らしい感じのパックが出たんですよ、フェイスマスクが。なのでね、ぜひね、こっちの方もね、あのご紹介してね、デビューをしていこうと思いますので、今日はそっちの方やっていこうと思います。レッツスタート。はい、ではですね、毛穴小町フェイスマスクのレビューをしていこうと思います。先ほどもね、お話ししたんですけど、以前私の動画でご紹介したのが、同じシリーズの厚生から発売されておりますごめんね素肌、そしてうるうるボンブというのがね、以前私の動画でご紹介して、気になる方はぜひね、遡ってみてくださいね。そしてですね、この同じシリーズの厚生から出ましたのが、毛穴小町というネーミングのフェイスマスクです。ね、すごく可愛いですよね。目を引きますよね。私はこれ薬局で購入したんですけれども、とても目を引くと思いますね。すごく可愛いです。そしてね、今回またね、これね、パッケージさんがね、これ有名な方なんですよ。このパッケージを書いているのが、イラストは人気の安名さんという方ですね。安名さんのデザインで、ひときわね、店舗でも並んでいても目につきますっていうぐらい可愛いですよね。これね、すごく可愛いです。裏もね、すごい可愛いんですよ。ほら、可愛いですね、この絵ね。とっても可愛いと思います。とかね、ちょっと手に取って見る方多いと思います。そしてですね、こちら7枚入りで、660円でした。私はね、薬局でドラコスで買ったんですけど、薬局やコスメショップ、アマゾンなどでも購入できます。7枚入りで660円というコスパ的にもいいですね、とてもね。でね、このマスクは毛穴目立ち肌荒れのダブルケアで、絶世の滑らか陶器肌に導いてくれるマスクなんです。でね、緩み毛穴、キメ乱れ、カサカサ、ザラつきを引き締めた、キュッとね、もっちりツルンにチェンジしてくれるそうです。でね、デコボコとシートになっていて、中ね、開けますけど、デコボコシートになっていて、かきつけやもできてね、美容液たっぷりで158ml 入ってるそうです。だからね、ここ押してもね、ぷくぷく言うんですよ。でね、シートはね、エンボス加工を施してありまして、ベンリーゼを使用されています。コットン生まれのね、柔らかな肌触りで、透明性が高く、ピタッとね、密着してくれるそうです。やっぱね、落ちてきたり剥がれてくると気になるじゃないですか、ね、つけててね。そういうのがないそうです。8分の集中ケア、8分にいいそうです。8分の集中ケアで、8時間熟睡したようなお肌にがコンセプトで、毛穴、肌荒れに困った小町ちゃんだそうです。困った小町ちゃんの顔なんですね、これね。めっちゃキュートじゃないですか、困った小町ちゃんか。っていう感じですね。はい、それでね、ステップ1でね、ちょっと画面揺れてますから大丈夫ですか。ステップ1で柔らげる、ステップ2で発酵ライスモイスチャー CPX 100% 国産米発酵エキス、米ぬかエキスですね。でね、ステップ3で引き締め整える、つぼくさエキス、毒ダミエキス、話題の歯科成分です。歯科成分流行ってますよね、やっぱりね、すごくお肌にやっぱりいいんですよね。今回の小町が毛穴荒れ肌タイプ、今後油症肌向けっていうのかな、油症肌、向けになっておりますね。毛穴肌荒れタイプが今回のね、小町です。で、前回のウルウルボンブというのがね、徹底保湿タイプと乾燥肌向けだったそうです。あとね、ごめんね素肌っていうのがね、私まだ使ってるんですけど、敏感荒れ肌タイプ、敏感肌向けだそうです。なので今回のはどちらかというとですね、毛穴が中心ということですね、ということになっております。それぞれのね、方のお肌やお肌のね、調子に合わせて、状態に合わせて使用してすることができるので、使いね、方を変えてみるのはいいかなというふうに思います。これはでもだから毛穴荒れ肌タイプですね。なので、この私はちょっと荒れてるからこれがいいわっていう方はね、ぜひね、小町を使ってみてはいかがでしょうか。ではね、中身にこちら開けていこうと思います。はい、ではね、中身開けてみました。見えるかな、こんな感じになっております。これは
こんな美容液がたっぷり入っているそうです。美容液たっぷりの毛穴小町なんですよね。で先ほど言ってたと7枚入ってました。7枚で660円です。ではね、1枚ちょっと中開けてみますね。あ、すごくしっとりしてる。じゃーん、すごくしっとりしてるって。このねシートがあれなんですね、先ほど言った通りね、エンボス加工ですよ。で、デコボコシートになってて角質ケアができるし、ね、コットン生まれなんですって。コットンでできてる。あ、確かにって感じですね。すごくだからちょっとね、柔らかい感じというよりもしっかりしたあれになってますね。そしてですね、こんな感じ。あ、でもなんかね、韓国っぽい、どっちかというと日本のよりも韓国っぽい感じのかな、よりかなっていう感じしますね。でもしっとりしてて、匂いもとてもなんかね、すっきりさっぱりした匂いです。濃くないというか、こんな感じになっております。とってもなんかね、あの大判だし、でこっちが表だよっていうのが分かるようになってます。こうね、突起がついてて、これが厚生さんのやっぱり施しですよね。分かりやすい感じ、こんな感じです。でもとってもしっとりしてるし、匂いがとてもねいいです。とてもいいですね。ちょっとここにつけてみますね。すごくなんかしっとりするし、ほら分かるかな、すごい美容液たっぷりという感じですね。なのでこれはとてもいいと思います。この前の2種ボンブも良かったし、あのごめんね、サーダもすごい良かったんですけど、これもまたとってもいいと思いますので、ぜひね使ってみてはいかがでしょうか。ではね、顔にねのっけた写真もね、あののっけておこうと思いますので、ぜひそちらも見てください。はい、いかがだったでしょうかね。あの実際私ね本当に使ってみたので、この写真もつけておきますね。すごくね良かったんですよ。なのでね、あの今回のね、あのこの小町ちゃんの方がですね、やはりねエイジングにはちょっといいのかなっていう風な気がしましたね。すごいコットンだし、すごい素材もすごくいいので、ぜひね使ってみてください。またね、お肌の状態によって3種類それぞれね使うことができるので、ぜひね、あのお肌のね自分の状態に合わせてね、あの今日はこれ今日はこれっていうような感じで、ね、使ってみてはいかがでしょうか。割とね、あの軽いテクスチャーなので、3日に1回とかね、1週間に1回っていう感じ、毎日っていうよりはそのぐらい期間を空けてっていう方がいいかなというふうに思います。はい、毎日毎日っていうのはちょっとあれかなっていうのは思うし、1週間に1回っていうのはもったいないかなって感じがします。なので3日に1回ぐらいがちょうどいいかなって自分は思います。はい、そんな感じです。ではですね、この動画でちょっとでも良かったなと思う方がいらっしゃいましたら、ぜひグッドボタンの方よろしくお願いいたします。そしてですね、あの私ね、チャンネル登録、この動画を見ててまだチャンネル登録をしてないよっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひねチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。あの励みになりますからね、励みになりますからね。そしてですね、私 YouTube としてインスタグラム、ツイッター、スタンド FM というねラジオ番組も配信しておりますので、そちらも概要欄からチェックできます。ぜひね登録の方よろしくお願いいたします。ね、生ライブがね、このね YouTube に関してはしたいんです、私たち。なのでね、ぜひね1000人目標なので、ぜひね1000人よろしくお願いいたします。あとね半分ぐらいまだいません。なのでね、お互いだと思って皆さんね、ぜひね、あの今のうちからチェックしていてください。で応援してください。私占いの方もね一生懸命出しておりますので、占いの方はね本当にもっとしっとりとしてね、あの一生懸命あの丹精込めてね、あの皆様の幸せをっていう感じでやっておりますので、ぜひねあのそちらの方も見てくださいね。はい、ではまたね次の動画でお会いいたしましょう。 See you again! バイバイ。まあいろんなことあるけど頑張っていこう。動画見てくれてありがとう。概要欄の方におすすめの動画などもあるので、ぜひチェックしてね。あとリュウンちゃんによる占いもあるので、ぜひそちらも見てね。で、あとインスタグラム、ツイッターのフォローも欠かさずしたらいいことあるかもよ。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。うん、ではまたお会いしましょう。 See you again! バイバイ。またね。よーし、きれー。バイ。見てね見てね。